マルク・オフェルマルスは、オランダ・エムスト出身の元同国代表サッカー選手。ポジションは FW。ゴーアヘッド・イーグルスで、プロデビューを果たし、ビレム2を経て1992年に、アヤックスに移籍。その後は、アーセナル FC そして、FC バルセロナで引退した。しかし、2009年にが、イーグルスで、現役復帰を果たしたが、怪我のため1シーズンで、 現役復帰を断念した。2年半の間、イーグルスの株組織でサッカーを学ぶと1990から91シーズンにトップチームに昇格し、エールステディビジで11試合に出場した。シーズン終了後、才能に目をつけたビレム2が、当時の若手選手に支払う額としては、高額な50万ユーロで獲得した。ビレムでは、デフラーフスハップ戦で初ゴールを決めるなど、 31試合に出場した。1992年、アヤックス・アムステルダムに移籍した。1992年8月16日、FC ・ドルトレヒト戦で移籍後デビューを果たし、9月16日の UEFA カップ1回戦レッドブル・ザルツブルク戦で移籍後初ゴールを挙げた。この1992から93シーズン、エールディビジにおいて全試合スタメンフル出場を、 達成し、その年のオランダ年間最優秀若手選手賞を受賞した。翌1993から94シーズンはリーグ戦で12得点を記録し、キャリア初の2桁得点となった。クラブもエールディビジオを制覇した。1994から95シーズン、ヤングアヤックスと呼ばれたチームで UEFA チャンピオンズリーグ準決勝の バイエル・ミュンヘン戦では1ゴール1アシストを決め、決勝進出に貢献。決勝では AC ミランを破り、優勝を成し遂げ、国外のビッグクラブから獲得オファーが相次いだが、それ以降もクラブに泊まり、アヤックスでプレーすることを継続した。同年のバロンドールでは第8位に入った。1995から96シーズン、12月20日デフラーフスハップとのリング戦で、 相手 DF ロブマテューイのタックルを喰らい、左膝の全十字人体を断裂。長期の離脱を余儀なくされた。このシーズン、クラブは再び CL 決勝に駒を進め、ユベントス FC と対戦するも、オーフェルマルスのいないアヤックスは、敗れてしまった。1996から97シーズンに、チームへと復帰し、25試合に出場。2得点に終わった。 リーグ最終節のフテッセとの試合に出場し、ゴールを決めたが、アヤックスでの最後の出場となった。1997年6月、プレミアリーグのアーセナル FC に移籍し、5年契約を結んだ。8月9日のリーズユナイテッド FC 戦で、プレミアリーグデビューを果たし、2週間後のサウサンプトン戦で初ゴールを挙げた。また、 1998年3月14日の優勝争いをする上で絶対に落とせないマンチェスターユナイテッド戦では1から0での勝利につながる決勝ゴールを決めた。最終的に移籍1年目はリーグ戦で12得点を挙げるとともにプレミアリーグ優勝、FA カップ優勝の2冠獲得に貢献。FA カップ決勝のニューカッスルとの対戦では先制点を決め優勝に貢献した。 翌シーズンは、得点は、コミュニティシールドのマンチェスターユナイテッド戦ではゴールを決め、優勝に貢献。得点は12から6へと減少したが、アシスト数を5から13へと伸ばし、デニスベルカンプに多くの得点機会を与えた。アーセナルでの3シーズン、左サイドのレギュラーとして活躍し、在籍3年で公式戦142試合41得点の成績を残した。 2000年7月、バルセロナが当時のオランダ人プレイヤーとしては最高額となる約32億円の5年契約で彼を獲得した。1年目は安定した出場機会を得ていたが、以降は頻繁に負傷離脱を繰り返すようになり、2003から04シーズン終了時、現役引退を表明した。バルセロナでの引退から1年の休養を経て2005年、オーフェルマルスは 自身がプロデビューを果たしたゴーアヘッドイーグルスでクラブ経営を行っていた。フロント入りして3年が経った2008年8月のこと、同胞やアップスタムの現役引退記念試合に出場したオーフェルマルスだったが、その試合を観戦していたゴーアヘッドイーグルスのコーチがオーフェルマルスがまだプロとして十分プレーできることを見抜き、 彼にがイーグルスでの現役復帰を打診したところ、オーフェルマルスは2つ返事で快諾し、現役復帰が決まった。イーグルスでは主に途中交代がメインであったが、なかなか得点を奪えず、しまいには2009年5月1日の FC オス戦で、足首を負傷してしまい、再び現役引退を決めた。だが、2009から10シーズンには、地元アマチュアクラブの SVAP で数試合のみ、 プレーしていた。1993年2月のワールドカップ予選、トルコ戦で代表デビューを果たし、ゴールも決めた。1994FIFA ワールドカップに出場、ラウンド16のアイルランド戦、準々決勝のブラジル戦で、それぞれ1アシストを決めるなど、最優秀若手選手賞を受賞する活躍を見せた。しかし、u e f a 9 6予選のマルタ戦では、 初のハットトリックを決めたが、本大会には、自身の膝の大怪我のため召集されなかった。2年後 1998FIFA ワールドカップに、出場、グループリーグの韓国戦でゴールを決め、準決勝まで進むも、ブラジルに敗れた。ユーロ2000、ユーロ2004では準決勝まで進むが、2004年大会では、ポルトガルに敗れ、決勝進出はできなかった。大会終了後に、 現役引退を表明した。2006年にはデニス・ベルカンプ、2008年にはヤープスタムの引退試合に左サイドで出場した。現役引退から1年後の2005年、ゴアヘッド・イーグルスのフロント入りを果たした。2011年にはアヤックスのチェアマンに指名されたが、オーフェルマルスはこれを断っている。2012年12月30日。 ゴーアヘッドイーグルスでの経営業から退くことを発表した。現役引退後の2012年7月、古巣アヤックスのスポーツディレクターに就任した。アヤックスではダビンソン・サンチェスやクリスティアン・エリクセンらを高額で売却し、クラブに多大な利益を持ち込み、さらにはマタイス・デリフトとフレンキーでヨン部の若手選手を発掘した。 国際 A マッチ86試合17得点。ありがとうございます。